あれちょっと待てよ、さくら。ちょっと。あれ嘘、もうやばい、さくら、これ目濁ってきたな。やっぱり。いや、ちょっと、ダメだって。ちょっと濁っとるな、これ。病院行っか。さくら、病院行こう。ゴー、これ痩せたやん、ほれほれほれ、痩せた痩せた、さくら目真っ白です、うん、白くない、うん、充血もしとる、うん、充血してるね、うん、これ白内障ってこと？さくら回って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 、おお怖いな。やばいやろ。さくら大丈夫やでな。ちょっとここ 2,3 日特にひでえなと思って、この涙焼けが、目やにがこれと思って、今日パッと見たらあれなんか白いと思って、はい、大丈夫よ、どういう意味なの？正常だね。正常？もともと目が弱いんやろうね、さくら。入ってたら体温を示した。涙少ないね。少ないやっぱ。うん、ドライアイってこと？待って、さくら。ちょっと頑張ろう。ただね、この人、こっちの目、水晶体も濁ってんだよね。あ、そう。うん。それはまた別問題だと思う。あ、ドライアイとは？うん、涙。
んで。そうか。水晶体が濁っとるってことは白内障ってこと？うん、白内障っぽくなってる、うん、その初期段階みたいな感じ。さくら、これは早くない？7歳。いやでもこの人は長いついんじゃない？うん、さくらよしよし、いい子いい子いい子、さくらいい子いい子いい子、ちょっとはあの、まあでもそんなもんか、うん、10歳は多分いかんと思う、うん、そんな寂しいこと言わんといてよ先生ちょ分かっとるけどさ大型で長生きするのはラブとかさ、うん、あれモンちゃん何歳今、モンちゃんも結構生きてる、やっぱそうだよね、こっちの目はある程度出てる、あ、そうなんだ、はい、さくらいい子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 、少ないけどね、10人ドライアイと初期段階、うん、角膜らしいんで、うん、やれ、うん、ただ座れ、お座りしょ、お座り、乾燥性角膜炎、乾燥性角膜炎、外来系とか言われてる、この人昔その目が悪かったみたいだから、うん、ドライアイね、これマキアラっていうやつ何百円やん、あれ桜が桜パンツしへんやんなんでなんで桜、何それ